当社はですね、過去に M&A を繰り返してまいりました。その中ですね、システムや業務プロセスが非常に複雑化していったというような我々は課題を抱えておりました。リンとかシックスシグマ BPO を実施したところですね、なかなか大きなインパクト、いわゆる劇的な業務改善を実行することがなかなか難しかったというような課題がありました。当社としてもテクノロジーを活用することによって大きなゲームチェンジが必要というところで、RPA に目をつけたというところが我々の導入の経緯になります。実際に UiPath のホームページに行きまして、評価版をダウンロードいたしまして、その中で簡単に自分でプログラムを作成いたしました。UiPath のツール自体がですね、実際に IT 部門が使っていけるツールとしてではなく、ユーザー部門が簡単に使えるツールであるということが非常に重要なポイントだったと考えております。業務に本当に浸透していけるツールなのかっていうところが重要なポイントだったのかなと考えております。ロボットが増えてきた時にですね、それをコントロールする仕組みが必要になってきます。そういった中ですね、 UiPath はそのコントロールする仕組みをしっかり機能として備えてたっていうところが大きなアドバンテージであったと考えております。今までは BPO やシステム化でしか対応できなかった定型事務の自動化というのを安価かつ素早く機動的に実行できたというところはもちろんなんですけれども、外部のウェブサイトのデータをクローリングして営業パイプラインの立案に役立てるなど、コスト削減だけではなくてトップラインに寄与するような形で課題解決に寄与いたしました。我々1000人規模の会社なんですけれども、導入をし始めて半年間で約10万時間の業務時間の削減を達成いたしました。 RPA を使えば短時間でできるという理解が全社的に広まっておりますので、我々の仕事のやり方に対する意識というのも徐々に変わってきているかというふうに考えております。ツールのドキュメンテーションはもちろんなんですけれども、ウェブフォーラムも用意しておりますので、技術的な面はそこで解決できます。またRPA のプロジェクトを推進していく上で、導入時点ではどういったプロジェクトの体制がいいか、運用ではどういったことを考慮しなければならないのかというベストプラクティスもシェアされておりますので、技術面に限らず RPA プロジェクトが成功するためにはどういったことが必要かという知見を享受していただいている点が大変素晴らしいなというふうに感じております。当社としてですね、しっかり RPA を社内で浸透させて導入支援という形でお客さんに対してもサービスとして提供していきたいなと考えております。 RPA そのものを UiPath で導入した効果をさらにですね、有効化させていくために、その前段のプロセスがまだ非定型のプロセスがいろいろと点在しておりますので、そのプロセスの代表的なものが FAX であります。そういった FAX の処理をですね、 AI の技術を使うことによって、さらに自動化させて、RPA で自動化されている業務プロセスがさらにですね、効率化できるというようなことを考えていますので、この2点、将来のビジョンとしてぜひ実現していきたいなと考えております。